皆さんどうもこんにちは。今回はパナソニックホームズのメリット、デメリット、これでやっていきましょうということで、パナソニックホームズなんですが、このハウスメーカーはその名の通りで、パナソニックを親会社に持つハウスメーカーになります。だから結構有名かと思いきや、意外や意外に知名度の低いハウスメーカーでもあるんですね。なぜなら他社と比べて広告宣伝が下手なんです。でも個人的にはもっと有名になってもいいハウスメーカーだと思うんです。うまい例えが見つからないんですけれど、知れば知るほど味が出る、そんなハウスメーカーなんですね。ただそうは言っても、当然パナソニックホームズにもメリット、デメリットがありますので、今回はそれについて触れていこうと思います。特に企業からお金をもらっているわけではないので、客観的かつ公平にやっていきます。これからハウスメーカーを検討されるという方は、ぜひとも最後までご視聴ください。このチャンネルは元ハウスメーカー勤務でかつ銀行で不動産の融資担当をしていた私がマイホーム購入の攻略方法をお伝えするチャンネルです。今現在これまで築き上げてきた人脈を使って優秀な住宅営業マンとお客さんをつなぐ活動を行っています。一生に一度の買い物を絶対に成功させたい、そう思う方は Twitter から DM もしくは公式 LINE からご連絡をいただければと思います。無料でやらせていただいております。それではやっていきましょう。はい、ということでやっていきます。まず最初のメリットなんですが、それは限界過信にも耐えられる住まいということなんですね。限界過信っていうのは簡単に言うと、今日本で実験できる最大級の揺れのことです。そしてこの揺れに耐えられることを証明しているのは現在パナソニックホームズだけなんです。少し具体的かつ大枠からお話をしていくんですが、そもそもパナソニックホームズは地震の後も帰れる住まいというのをテーマにして家作りをしています。その理由は単純で、震災って起きた直後より復興までの時間をいかに耐え忍ぶかの方が大変だからです。例えば2016年4月に起きた熊本地震なんかが最たる例ですよね。熊本地震ってどんな震災だっけという方のために軽く説明をすると、熊本地震は日本で使われている震度階級では最も大きい震度7を2回観測した後に、最大震度6強の地震が2回、6弱の地震が3回発生した地震なんです。また地震発生から3ヶ月の間で震度1以上を観測した合計は1888回にも及んでいるんですね。そしてその結果どうなったのかというと、なかなか復興することができなかったんです。さらに避難所に人が流れ込みすぎてプライベートスペースがなくなってしまったんですよね。そのため車中泊を行う人も多くいたんですが、中にはエコノミークラス症候群を起こして死亡するという事例も起きてしまったわけです。皆さんもイメージしていただければと思うんですが、確かに慣れない避難所という環境で、さらに知らない誰かのいびきを聞きながら毎夜毎夜眠れるかと言われれば眠れないですよね。それはプライベートなスペースを求めて車中泊をしたくなる気持ちもわかります。ちょっと話が脱線したので話を戻しまして、つまりここから何が言えるのかというと、本当に地震に強い住まいっていうのは複数回地震に耐えられる住まいであるということ、そして復興までの間継続して住み続けられるということ、この2つがポイントになってくるわけです。そういった背景もあってパナソニックホームズでは地震の後も帰れる住まいというのをテーマにして家作りをしているんですね。ではでは、実際にパナソニックホームズって一体どんな工夫をしているんだと皆さん思われていると思いますので、今度はそこについて触れていきます。冒頭でもお話をしましたが、パナソニックホームズは限界過信にも耐えられる住まいなんです。というのも、日本には耐震実験ができる施設が何か所かあるんですが、その中でよく使われているのが e-defense と呼ばれている国の実験施設なんです。e-defense は兵庫県にあるんですけれど、日本最大級というのを売りにしている実験施設なんです。では何が最大級かというと、実は敷地面積が日本最大級なんですね。だから例えば e-defense で実験する場合、2棟横並びに家を建ててどっちの家の方が強いのか比較する実験には向いているんです。でもここの実験施設では阪神・淡路大震災クラスの振動実験しかできません。なので純粋な強度実験となると e-defense よりも他の実験施設の方が正確な強度を知ることができるわけです。こんな話をすると、そこまで建物の強度を測る必要があるのかなんていう言葉が返ってきそうなんですが、阪神・淡路大震災がマグニチュード 7.3、 東北地方太平洋沖地震がマグニチュード 9.0 ですからね。少なくとも東北地方太平洋沖地震に耐えられるくらいの家の強度があった方が安心なのは間違いないわけです。
そしてそんな中でパナソニックホームズは大林組というゼネコンが所有しているダイナミックス実験棟という実験施設を使って阪神淡路大震災レベルの大地震を57回さらに中地震83回計140回揺らした後に阪神淡路大震災の 4.3 倍、つまり限界過震と呼ばれている今日本で出せる最大級の震度に耐えられるということも証明しているんです。そしてこれを証明しているのは大手ハウスメーカー何社もある中でパナソニックホームズだけなんですね。しかも実験もリアルに再現していて、総重量4トン近くあるキラテックと呼ばれるタイルをつけ、さらに陶器瓦とソーラーパネルを設置しているんです。建物は重くなればなるほど地震の影響を受けやすくなります。でもしっかりリアルな形に近づけて実験をしているんです。あと地味なポイントなんですが、窓に鍵を閉めながら実験をしているっていうところもポイントが高いです。窓って地震による揺れが大きいと歪みますし、窓ガラスが割れるんですよ。だからどことは言いませんが、窓を開けながら実在振動実験をしているハウスメーカーもあるんです。まあ、こんな感じで意外と知られていないんですが、パナソニックホームズって実は地震に強いハウスメーカーなんですね。そしてこれは余談なんですが、大林組のダイナミックス研究棟のお偉いさんはパナソニックホームズで家を建てています。これはさりげなくカタログに載っているので気になる方は見てみてください。さて話を戻しまして、ではなんでパナソニックホームズの家は地震に強いのかというと、それが座屈高速技術と呼ばれている高層ビルにも使われている制震技術、これをダウンサイジングして取り入れてるからなんですね。この座屈高速技術は身近なところで言うと、例えば六本木ヒルズでも使われている技術なんです。昔の高層ビルって左右に3メートルくらい揺れながら地震の揺れを受け流す設計になっていたんですね。ただ六本木ヒルズには座屈高速技術っていうのが使用されているので、東日本大震災クラスの地震でも揺れ幅が32センチくらいで 2,3 分で揺れも止まったとされています。そんな技術がダウンサイジングされてパナソニックホームズには入っているわけなので、鉄骨の強度を保ちつつ木造並みに揺れ幅の少ない家になっているんですね。ちょっと長くなりましたが、ここまでがメリットの一つ目になります。ただしここまでいいことばかりを言ってきたんですが、ここからはデメリットをお話しします。それが保証が実質20年だということです。パナソニックホームズは構造の初期保証が35年、防水に関する初期保証が30年になっています。ただしよくよく見てみると、どちらも20年目に有償のメンテナンスが必要なんですね。特に防水に関してはヘーベルハウスと同じ屋根防水を使っているにもかかわらず、ヘーベルは防水保証が30年でパナソニックホームズは20年なんです。一応パナソニックホームズの言い分としては、一大事になってからでは遅いので、保証期限がギリギリで切れるタイミングではなく20年目に有償メンテナンスを入れているということなんですが、まあ、これをどう捉えるかなんですよね。中にはこれだけ地震に強いと言っておきながらおかしくないっていう人もいれば、確かに保証が切れるギリギリのタイミングで高額なメンテナンス費用を請求されても困るしなと思う方もいるかと思います。この部分に関しては人それぞれ捉え方があるかと思いますので、皆さんに委ねます。ぜひ皆さんの目で信用に値するかどうかを判断してください。続いてメリットの2つ目が、室内がアイスランドの150倍きれいな空気環境になるということです。このメリットを言うと過大広告かよって思われてしまいそうなんですが、ハウスメーカーの中で空気環境にここまでこだわっているのはパナソニックホームズだけなんですね。そもそも住宅って断熱とか気密にばかり目が向けられがちなんですが、実は断熱、気密、換気、この3つのバランスが取れて初めて高性能な住宅と言えるんです。というのも今の住宅って化学物質を使われている建材が多いんですよ。例えば壁紙を貼るときや合板を貼り付けるときにも使う接着剤には多くの化学物質が含まれているんです。そしてそういった化学物質にさらされ続けてしまうと、シックハウス症候群というものを発症します。シックハウス症候群っていうのは新居で起こる倦怠感、めまい、頭痛、失神、喉の痛み、呼吸疾患などの症状が現れる体調不良の呼び名です。そして一度発症すると完治しにくいという特徴があるんですね。それで実際平成7年にシックハウスで人が亡くなっているんです。だから断熱や気密だけが良すぎると健康被害に遭いやすくなるんですね。そのため平成15年から新築を作る際は必ず24時間換気システムを設置すること、これが義務付けられたわけです。ただしこの換気システムがハウスメーカーによって全然違うんです。
全然違うということは、当然室内の空気環境にも違いが出てくるということなんですよ。じゃあ換気について各ハウスメーカーがどう違うのか気になりますか？気になりますよね。これについてはいいねで500件、コメントで100件超えたらお話をしようと思うので、皆さんお気軽にいいねとコメントよろしくお願いいたします。それで話を戻しまして、ここからはパナソニックホームズの換気についてのみ深掘りをしていくんですが、ポイントは2つあります。それが温度と空気の質、この2つなんです。それぞれ説明をしていきます。まず温度に関してです。実はパナソニックホームズは地熱を使った換気システムになっていて、基礎から空気を取り込んでいるんです。ではなぜ地熱なのかというと、地球の土の温度って寒冷地だろうと温暖な地域だろうと一定して約17度だからなんです。これだけ聞くと意味がわからないと思いますので、具体的に説明をしていきます。例えば冬の時期に外気が0度だったとしますよね。その空気を基礎の中に取り入れると、基礎の中は地熱の影響でだいたい17度で保たれているので、0度の外気と17度の内気が合わさって14度の空気が冬場は室内に入ることになるんです。逆に夏場は外気が38度だったとします。そうすると38度の外気と17度の内気が合わさってだいたい25度ぐらいの温度の空気が室内に入るんです。要は何が言いたいのかというと、地熱を利用することでエアコンの稼働率が減るということなんですよ。エアコンの稼働率が減れば当然電気代が減るわけなので、日々のランニングコストを削ることができるわけなんですね。このあたりは人それぞれあるかとは思いますが、聞くところによると冬場4人家族でトータル3万円くらい電気代が安くなるとのことです。そういった理由もあってパナソニックホームズは地熱を利用しているんですね。これが1つ目のポイントになります。続いて2つ目のポイントの空気の質についてです。実はパナソニックホームズでは基礎から空気を取り入れる際にヘパフィルターというのを通して空気を洗浄してから室内に取り入れる仕組みになっているんです。そもそも基礎は外気に比べて20分の1しか風量がないため、そこで花粉やホコリの7割が沈殿します。そして残りの3割の花粉やホコリをヘパフィルターが 99.7% カットしてくれるんです。これによって世界一きれいな空気と呼ばれるアイスランドの150倍きれいな空気を室内に取り入れることができるそうなんです。ただ私はアイスランドに行ったことがないので、これが本当かどうかがわからないです。でもヘパフィルターっていうのは手術室でも使われているので確かな技術なんですよね。アイスランドに行ったことがある方でパナソニックホームズに住んでいる方は、ぜひともコメントで感想を聞かせてください。アイスランドと比較してどうなのかっていうのを聞いてみたいです。そんな余談は置いといて、さらにこの換気システムは全館空調と相性がいいという特徴もあるんです。というのも通常全館空調は2系統のダクトが必要なんです。そのため全館空調を止めてしまうと片方のダクトの中に空気が滞留してしまい、ダクト内がカビてしまうんですね。なので全館空調って基本的には止めてはいけないというデメリットがあるんです。ただパナソニックホームズの全館空調エアロハスは元々の換気システムのダクトを使っています。そのため仮に全館空調を止めても空気が常に動き続ける設計になっているんですね。だからダクト内の空気が滞留しないんですよ。そのためダクト内がかびることがないんです。さらに室内にきれいな空気を送り込みつつ、家全体の温度を無理なく一定に保つことができるわけなんですね。これがポイントの2つ目になります。こういった特徴もあってパナソニックホームズの換気システムはプリウスやリーフが受賞しているエコプロダクツ大賞の国土交通大臣賞を受賞している数少ない技術なんです。ただしここでデメリットが4つありますので簡単にお話をしていきます。まず1つ目がパナソニックホームズの換気システムは月々400円くらいの電気代がかかるということです。今までお話ししてきたようにパナソニックホームズの換気システムは素晴らしいんですね。ただ月々400円かかってきますので、それをどう考えるのかというのがポイントになってきます。400円って聞くと大した金額ではないかもしれませんが、塵も積もれば山となります。だから場合によっては太陽光発電を入れて相殺させるということを考えてもいいかもしれません。続いて2つ目のデメリットですが、全館空調を入れる場合2階に専用スペースが必要だということです。パナソニックホームズの場合、家庭用エアコンを1箇所8キロに増やすだけで全館空調が使えるんですが、やはり専用スペースと少しの稼働音が聞こえます。なので全館空調を入れる場合は間取りに注意をして作成する必要が出てきます。そして3つ目のデメリットが、全館空調とはいえ温度差があるということです。これは仕方のないことではあるんですが、全館空調の吹き出し口付近の方がどうしても暖かいし涼しくなります。
反対にトイレなど吹き出し口がないところはやや温度変化があります。また真冬になるとエアコンの霜取り運転でしばらく暖かい空気が出ない場合もあるんです。細かいことかもしれないですし、パナソニックホームズだけのデメリットではないと思いますが、全館空調は万能ではありませんので、そこはご注意ください。そして最後に4つ目ですが、それが室内が乾燥しやすい傾向にあるということです。というのもパナソニックホームズの施工ボードには稚内産の珪藻土が練り込まれています。この珪藻土は調湿性に優れているので、ジメジメとした湿気を吸い取ってくれるんですね。だから梅雨にはいいんですが、冬だと乾燥気味になるというデメリットがあります。まあエアコンを使えばどんな家に住んでいても乾燥はしますので、パナソニックホームズだけが特別乾燥がしやすいというわけではないと思います。でもそういった声をよく聞きますので、加湿器で調整をする、もしくは床暖房を入れるということを意識してみてください。ということでまとめると、空気環境は良くなるものの、電化製品ならではのデメリットが多数存在しますのでご注意くださいというお話でした。そして最後にメリットの3つ目がシームレスな外観ということですね。これに関しては前々からお伝えしているので、サグッと触れていきます。気になる方は過去の動画もご覧ください。パナソニックホームズにはキラテックと呼ばれる光触媒のタイル外壁があります。これは紫外線で汚れを浮かせて雨で洗い流せるので、綺麗な外観を保てる、目地がないのでシームレスな外観にすることができるといった特徴があるんですね。だから例えば目地による境目が気になる方や、外観をスタイリッシュにかつメンテナンスいらずの家にしたいという方には非常におすすめの外壁材になります。ただしタイル外壁なので金額が高いです。具体的に言うと坪5万円は上がってしまいます。なのでキラテックにする際は、そこに坪5万円の価値を見出せるかがポイントになってくるんですね。またコストダウンをするためにキラテックではなく普通のサイディングにするとなった場合、パナソニックホームズでは選べるサイディングの数が少ないというデメリットもあります。なので簡単に言えば周囲と外観の差をつけにくいということなんですね。ただしパナソニックホームズは外部の設計士を使って間取りを作ったりもしていますので、他社に比べて枠にとらわれない自由な提案をするハウスメーカーでもあります。ですので誰が設計したのかっていうのが非常に重要になってきますから、実物や過去の事例を見ながら自分たちの好みに合った外観なのか間取りなのかっていうのを確認してみてください。ということで今回はパナソニックホームズのメリットデメリットということでお話をしました。今回お話ししたこと以外にも安心クラブという特典があったり、知れば知るほど面白いメーカーです。皆さんぜひとも参考にしてみてください。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回も会いましょう。バイバイ。